頼むよ、お願いよ、お願いよ。うい、はい、こんにちは、チェッセです。今回は前回に引き続きワイルドエリアでジュラルドン、リザードン、ダイオード、ダストダスのクライマックスの姿が出やすくなってますので、それらをちょっと捕まえに行きたいっていうのと、あと4月の16日の朝の8時59分までなんですけど、メタモンとベイビーポケモンがマックスレイドバトルに出現しやすくなってるってことなんで、狙っていきたいと思います。忘れないようにインターネットにね、まず接続してからやります。これ忘れちゃうとね、期間限定のダイマックスポケモンとか出ないんでね、きっちり更新します。でね、今回出るメタモンとベイビーポケモンの種類がめちゃめちゃ多くて、エレズン、タマンタ、スボーミー、バルキー、ウソハチ、リオル、ゴンベイ、マネネ、あとトゲピー、ソーナンス、ピー、ピチュー、メタモン、なんと13種類も出るんですよね。そうなると結構リザードンとかダイオードとかダストダスとかそこら辺が出づらくなるんじゃないかなって予想してるんですけど、あ、これはメタモンじゃない？きたー長い、よし、無限ダイナー頼むぞ。いや、メタモンかわいい。お、そっか、そうだよね、メタモンだもんね、変身するよね。よかった、無限ダイナーに変身しなくて。いや、ほんと家はメタモングッズが多いんですよね、まあ、とはいえにわかファンなんでめちゃめちゃ詳しいかって言ったらそんなに詳しくない。でね、これコメントで教えてもらったんですけど、このダークボールを使うとダイマックスポケモン捕まえやすいそうなんですよね。なんで今日からダイマックスポケモンにはこのダークボール使います。いや、もうほんと今作のポケモンめちゃめちゃ情報弱者なんで、そういうコメントありがたいです。ウェイウィン、よっしゃー、ダークボール強い。星5のメタモンですもんね。お、見て見て見て、赤い糸、しかもパワーアンクルまである。調べてみたんですけど、今回のメタモンとかベイビーポケモンのマックスレイドバトルに勝利すると赤い糸とか変わらずの石とかがドロップ報酬として入手できることがあるみたいなんですよ。早速赤い糸ゲットしちゃいました。変身ポケモン、全身の細胞を組み替えて見たものそっくりに変身するが、力が抜けると元に戻る驚かしたりしたら元に戻ったりするのかな。ちょっと待って、多分これ捕まえてないんじゃない？ギギギアル、ギアル、ギギアル、ギギギアル。よし。あー、ダメだー。強っ。やったやったやったやっとだ。じゃあハイパーボール行きましょうか。これはいけるでしょう。ウィンウィンウィン、おし、ギギギアルゲット。歯車ポケモン、トゲの先から強い電撃を発射、赤いコアにたくさんのエネルギーを蓄えてる。エコじゃん。お、この子はクマシュン、かわいいじゃあクイックボールいきます。今なんか震えたね。あ、一発だ。氷結ポケモン、体調がいいと鼻水の粘り気が増す、嫌な相手に鼻水をペトリとなすりつける体調が悪くて鼻水が出てるわけじゃないんだね。意外と悪い子だな、この子は。さあどうだ。おお、来た捕獲用ポケモンで挑戦しちゃった。なんとかなるでしょ。これはあれか、もしや割ってからダイマックスした方がいい説あるよね。そうするか、峰打ちで割って。いや、いいね、作戦考えるのが。うわっはっはっは、作戦考える前に力尽きちゃってんだけど。おいおい、
ルチャブルー、なんとかなるかなこれ。お、来たダイマックスパー。ここでダイナックルですよ。ダイナックル、あーっと、ちょっと残った、ちょっと残ったかも。あ、でもナイスフライングブレス、いいね。じゃあ前回はダメだったけど、今回はコメントで教えてもらったダークボールがあるからね、これは捕まえれたでしょ確実に。え、もしかしてフラグ立てたこれダメだ、フラグ立っちゃった。大丈夫かな、いける、いや、いける、いけるよ、いけるに決まってるよな。ウィン、あ、いける、いける、いけるじゃんこれ、ほら、ウィン、おっしゃージュラルドンゲット。やっぱダークボールですわ。コメントマジでありがとうございます。他になんかポケモンとかで、ダイマックスで戦うポケモンとかでね、おすすめあったら教えてください。基本ソロでしかやらないからな。あと捕まえてない期間限定の巨大マックスポケモンがダスト、ダスト、あと大王道ですよね。よし、これはそうなのだよねそうなのって言ってる。お、手助けありがとう。これで押し切れるかな。お、いけそうじゃない、パリーンって。おっしゃー、いけた、早かったね。ウィン、よっしゃー、そうなの、ゲット。ほがらかポケモン、大勢の仲間と行動するおしくらまんじゅうで我慢強い根性を鍛えるのだ。あ、我慢して笑ってるの、ちょっと闇深くない。来た来た、これは何ですかこれは、これもなんかフォルム的にベイビーっぽいけど、あ、違うな、違うね。イエスさん、お、終わった、よし。捕まえたかどうか記憶にないので捕まえます。イエスさんゲット。お、捕まえてなかったみたい。イエスさん、感情ポケモン、オスの姿、頭の角で相手の気持ちを感じ取る。オスは従者のように主のそばで世話を焼く。羊じゃん。一家に一匹欲しいね。まあ、ただ私が主として認められるかどうかっていうとちょっと自信ないけど。何、誰？おお、トランセルじゃん。久しぶり。時はの森ではお世話になりました。持ってないしトランセル持ってない。クイックボール、ウィンウィンウィン、よっしゃー、トランセルゲット。これ都市伝説なんですけど、トランセルの進化系はバタフリーじゃなくて実はモルフォンじゃないかみたいなね。本当はモルフォンだったんだけど、こう番号を間違えてしまって、バタフリーになるようになっちゃったんじゃないか説が結構あるんですよね。というのもね、このモルフォンとトランセルかなり共通点が、デザインの共通点があって、で、コンパンとバタフリーもかなりデザインの共通点があるんで、まあ、実はそうなんじゃないかなと私も思ってるんですけどね。まあ、バタフリーにします。サナギポケモン、進化を待っている状態、硬くなることしかできないので襲われないようにじっとしてる。うーかわいそう。はい、お、来た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 リオルー、かわいいリオルはね、何匹あっても嬉しいですからね。オッケー、このまま割ったら終わりそう。おしゃっ、でパリーン。いや、早い戦いだったな。
っしゃ、よかったよかったよかったリオールゲット。いやこれは嬉しいね。お、変わらずの石も出たじゃん。やった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 。波紋ポケモン、一晩中走っていられるスタミナを持つ、活発で散歩の相手は大変。そりゃ大変やろよいしょ、よかった、来た来た、ベイビーポケモン、たまちゃんかわいい、下まつげかわいいよね。たまんたも余裕できそう。よし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 、あ、いいですね。お、パリーン、これで終わりや。サンダースに取られたんだけどよし、ダークボール、ウィン。あー、ダメ、嘘嘘、マジかー悲しいたまんたー、油断した、めっちゃもう普通に捕まれると思っちゃってたよ。マジかー、悔しいね、悔しいし悲しいし、たまんた持ってなかったからなー、いやー悔しい。ぐぬんぬってやつでさ、ぐぬんぬって、なんかやけに色が濃いな、これ気のせいかな。おおお、これはこれはもしや、来た大王だ、やっと来た、マジお待たせって感じや。いやー嬉しい。でもまあまあ、まず倒せるかどうかで、その次に捕まえれるかどうかの壁があるからな。滝登り、オッケー、パリン、やっぱ硬いね。お、ナイス、だいぶ減らした、やっぱり仕方ないで、でもナイス、炎の鞭やな、時短だ。よし、あと1枚。あ、ナイスじゃない、食いたら戻ってくるの。これで私がバリアを倒して、クイタラに炎の鞭でやってもらったら終わるんじゃないの、これ上がってんの特防だし。バリーン、お、来た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 、パターン入った、オッケーナイス、素晴らしいぞ。じゃあダークボールで、これはさすがにゲットでしょ、せい、頼むよ、お願いよ、お願いよ、ういん、ういん、ういん、しゃーよかった、あ、私の1時間半は報われましたよ。あー嬉しい、大王だ、あーよかったよかったよかった。あとダストダスだね、ダストダス、ダストダスでコンプリートだ。ということで今回はこのあたりで終了とさせていただきます。来週はね、ぜひともダストダスをゲットしたいと思います。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをお願いします。次の動画でお会いしましょう。またねー。